当ですか。え、こんな字書けますか、昔の人って。今みたい、今の人の字みたいですね、この仁っていう字が、あ、これは後からつけたんですか ね。この左ですよね。昔この人はこんな字書かないですよ ね。左ではない、これは後から仁ってなんか直してますよね、つけたんじゃないですか。なんて読むんですか、これ。全然読めないです。あ、吉重って書いてありますよね。吉重ですよね、あれ。吉重公のあの、あ、すごい達筆ですよね。吉重って書いてありますね、真ん中に。吉重、見る、今に。覚えてた。あ、ちょっと読めないです。今読めよう、読めよう、わしです。なんかの本に書いてあったんです。ああ。なんかね、秋田のお寺さんか何かに書いてなかったかな。はいはいはい、はい、中央が吉重公で、右側が宝珠院様の奥様で、こちらが上皇院殿、まあ、こちらは男性ですね。あ、吉信公ですかね。あ、すみません。吉信公と奥さんと、あ、息子と奥さんですね。あ、吉信の奥さん、あ、吉信の後の奥さんですね。じゃあ吉重公の奥様はここにはないんでしたっけ。ないと思ってね。伊達ですか。伊達、あ、伊達のあれがさっきあったこっち側の左側には、はい、吉正面かな、はい、正面の右側か左側か、はい、どっちだったかな。もはや何十年も前に調べたんだけど、はいはいはい、もうダメだ。そうですね。今の、昔は、はい、秋田のあの、レイクス研究会かな、はい、があって、はい、その人たちが徹底的に調べたりしたんですよ。カボチャのカボチャまで見せてもらって、調べて。これの今後の、はい、その、あの、こちらが吉重公の書ですね。あ、一応三個の折三回迎えにしちゃって、はい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 、上杉謙信とかね、はい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 、3回目にしてね、有能な家臣に欲しいんで、わざわざあの部下ではなくて、自分が直接行って、あ、これすごい有名な画ですよね。本物じゃないにしても、あ、でも書いてあります、東洋どなたの藤原の重光ですかね。藤原ってはっきり書いてありますね。東洋金吾の、あ、藤原じゃないんですかね。東洋藤原って読めますけどね、重、これ見るとは思わなかったです。あ、もともと本当に襖に、これはちょっと見ることないですね。何色ですか。それレア感持ってもらえないです。三個のね、あ、これあるんですね、こういうのね。こんなところになんか国立博物館とかにあるようなもんですよね、これ。あのちょっと古びてしまってますけど、あの、これここにずっと置くんですか。なんか博物館の方とか来ません。これちょっと置きませんか。なんか仙台まで一回貸し出したことある。あ、仙台で。あ、へえ。なんだろう。はい。あ、長寿の写真だね。はいはい。あ、伊達家の関係ですかね。なんか、